今ね、バレンタインデーに来てますと、ですね、一つだけね、イベントがあるんですけど、スキーでのデート、あれがね、ちょっとね、無理っぽいんだよなということで諦めます。もうね、結構やってもね、全然イベント起きない。てかね、最難関イベントで有名だからね。まあ、もしね、見たい人はね、もう自分で、ググってください僕も自分でググります。いやー、何回やってもできないんだよな。まあ、できないときは 見ればいい。というところで、あ、ユッキー、チョコはもらった？まあまあってところかな。それはどうしたの？あ、もしかしてユッキーもくれるの？そうだよな、渡す相手がな、いっぱいね、チョコレートもらったりしたら、なんか、うーんってなるもんな。もしかして、デリカシーがないって言いたかったのかな？誕生日の日だぜ。あれ、ユッキーどうしたの？あ、ユッキー、何これ？プレゼント！お誕生日おめでとう！ありがとう！ありがとう！覚えててくれてんだ。嬉しいな。飽きてもいいかな？マジか、俺なら開けてほしいけどな、その場で。行っちゃった。でも嬉しいな。だいたいこいつは何くれるんだろうな。前回もそうだったけど。というところで、デスク1。もう予想ついてたけどな。この坂を高校生として登るのも今日で最後なんだよ。ということで、卒業式に来てまーす。まあ、ここら辺の、説明は全部カットしまーす。メイが卒業式も終わっちゃったな。あれ、ジュン飛び出していったけどどうしたんだ。さて帰るか。ジュン誰と付き合ってたっけ。卒業しちゃうんだな俺。あれ、ジュンって誰と付き合ってたんだっけ。忘れたな。あれ、ユッキー、あ、そういえば姿見かけなかったな。どうしたんだ一体。大丈夫？大丈夫大丈夫。それより卒業式終わっちゃったよね。うん。残念だけど間に合わなかったね。そっか。でもよかった。間に合って。え？とかなりそうやけど。おお、やっぱなった。うん。中庭？それより保健室に。大丈夫だからお願い。一緒に中庭行こう。うん。どうしたんだろう、ユッキー。ボロボロなのに、いつもよりしっかりしてるような気がするぞ。ユッキー、どうしたのユッキー、大丈夫？何があったの一体。いろいろだよ。テニスのラリーみたいにトラックにピンポンされて、やっと終わったと思ったら荷台に乗っかって運ばれるし、止まったから飛び降りたら川に落ちるし、知らないおじさんに釣り上げられるし、もうまだまだあって、とにかく今までなかったくらいひどい目にあったんだよ。ユッキー、ユッキー、それって一体？そしてみゆきは間に合ったんだよ。卒
ユッキー。返事は分かってるよ。こんな変なことばっか起こる運の悪い女の子と一緒にいたがる人なんているわけないもん。でも言わなきゃみゆき一生こんなままだから、だからだから。俺もユッキーのことが好きだよ。俺もユッキーが好きだ。だってでもみゆきはみゆきと一緒にいると。俺はユッキーと一緒にいることが幸せだから。今まで運が悪かった分、これから良くなるってことかな。そうだといいな。奇跡まで起こったんだから大丈夫だって。そうだよね。さあ、タスクどこか遊びに。びっくりした。ユッキー危ない。怖っ。すごっ。はにゃー、風が降ってきた。びっくりした。俺が一番びっくりしたけどな。どうしよう、風が壊れちゃったから伝説もなしとか。すごいなクオリティが。一応鳴ったんだから大丈夫だよ。そうそう。そっか、そうだよね。ありがとう。みゆきね、最高に幸せだよ。こうして俺の高校生活3年は幕を閉じた。思えばクラブばかり出ていたような気がするな。まあ何はともあれ無事卒業できてよかった。そういえばユッキーもフリーターになった。ただ芸能入りする夢を持ちチャンスを伺っているようだ。うん、俺も早く目標を決めて頑張ろうっと。ということで、今回は、ユッキーことことぶき、誰だっけ、ことぶき、ユッキーじゃなくてことぶき、みゆきね、クリアおめでとうございます。いや最後のねアニメのクオリティはね、クオリティはめっちゃ良かったな。うん、最後金落ちるとこめっちゃびっくりしたもんな。マジでバッドエンドで終わるんかと思った。まあエンディングは一つしかないからね。これがね、あの恋愛のやつじゃなかったらあれだな、完全にあれ死んでたな。エンディング2つでバッドエンドで、トゥルーエンド、ハッピーエンド、バッドエンドみたいなね。いやよかった。うん、でこっからエンディング長いんだよな。というところで今回はここまでにしたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。お、卒業証書もらってんじゃないか。かわいいな。やっぱね、絵は可愛いんだよな。うん。いや、正直、声優さんをね、変えた後にね、もう一回やりたい感じはするな。というところで、アルマ部でーす。まあ、アルバムは別に、あれだな。ジェットコースターもファンキーショップもナイトパレードも、結構イベントやったな。まあイベントやってないのがね2つぐらいあるけど、まあそこら辺はいいかなと。
まあ、やってない2つとしては、雪で遭難のやつと、あとなんか子供の時に会ってた状態で大吉を出していれば、2001年の1月1日の元旦が違うっていうね。あ、メリーゴーランドのこの絵かわいいな。これいいな。あ、はい、ということで、お二つあるな。まあいいや。はい。セーブいっぱい欲しかったな。ちょっと少ねえんだよな、アルバムの数がな。100個ぐらいセーブできたらな。もう今のさ、パソコンでこう、ギャルゲーとかやると、セーブがね、99個ぐらい作れるんだよ。覚えてる。だから、プレステとかでやった時のこのセーブの少なさね。これがちょっとね、もう、プレステでやりたいわ。プレステじゃない。パソコンでやりたいわ。パソコンで。パソコンでときめもやりたいわ。というところでおまけでした。まあおまけまだいっぱいあるんだけどね。でね、最後はね、ボイス聞きたいんだよな、これな。ボイスをね、これね、動画でね、流すかどうかはね、ちょっと、Twitter かなんかで、まあ、撮ろうかなと思っております。まあ実際、この動画をね、見てる人はかなり少ないので、こうクリアした後のね、この声が聞けるからね、早く全部クリアしたいっすわ。じゃあまた、次回お会いしましょう。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。